梅原さん、こんにちは。疎通時代の梅原さんと倉橋さんの実力の関係は、出会った初期、ウェブ漫画最終版の頃、その後でそれぞれどんな感じだったのでしょうか。梅漫画では二人が出会った、当初は倉橋さんの方が明確に強く、対戦を繰り返していくうちに梅原さんが強くなっていき、ほぼ五分くらいになっていましたが、倉橋とは、この話では倉橋さんも、梅原さんを追っかけていたようなニュアンスに受け取れました。倉橋さんがいないところで、梅原さん側の記憶を一方的に聞くのは、梅原に負け越したことなしと言われる可能性があり、非常に危険かもしれないので、慎重にお答えください。いや、慎重にお答えくださいって思うならこんなこと聞くなよ。本当に。まあ、どうでもいいんですよ、正直。過去の勝率とか、マジどうでもいいし、今更スト2のことなんて、勝っても負けても、勝ってたら負けてたのがどっちでもいいんですけど、うん。ただまあ、関東で、てかスト2やり込んでた時に、俺がスト2やり込んでた時にね、負け越す相手っていなかったと思うよ。多分。中学生ぐらいの時に。うん。うん、いなかったね。日本っていうか、地球に俺に勝ち越せる奴がいなかった。スト2で。以上。普通の社会にはうまく馴染むことが、できなかったと数々のインタビューでお答えされているんだと思いますが、格ゲー業界には自分の中で一生受け入れられそうにない鬱陶しい上司のような人と関わる機会はないのでしょうか。何も事情を知らないのに業界を動かそうとしてくる意識高い系の悪の部外者とかが前捨てしてきたりしないのでしょうか。普通の社会にはうまく馴染むことができなかったとインタビューで答えている、格ゲー業界には自分の中で一生受け入れられそうにない、はあ、はあはあ、都市上司、俺はないね、うん。俺はないです。俺はそういう都市上司のように届かかる機会はないですね。だからこれは、例えばそのチームとかだったらあると思うんだよ。例えば、今で言うとチームで格ゲー一緒にみんなやってるんだ。デトネーションがまず一つあるよね。で、デトネーションチーム内でももしかしたらある、これ、あるって話じゃないよ。可能性の話ね。デトネーションの中でももしかしたらあるかもしれないし、デトネーションをまとめてる人がそういう人の可能性もあるよね。魚群とかも、魚群の中であるかもしれないし、魚群の、管理してる人、誰になるかわかんない。まあ、じゃあ仮に腕毛として、腕毛とあるかもしれないよね。まあ、他で言うと、じゃあバーニングコアもあるかもしれないよね。みたいな感じで、そチームだとそういう可能性って生まれると思うんだよね。あ、忍びもそうだよね。忍びもそうだよね。で、俺は個人じゃん。まあ、強いて言うならシロさんしかいないけど、まあ、シロさんは二人三脚でやってきて、どっちが上も下もないと思ってるから、うん、まあ、等しい上司っていう感じじゃないよね。ただまあ、役割分担として、あの人は俺に、こういうことは言っちゃダメですよとか、こういうことはしないでくださいねとか、こういうふうにした方がいいですよとかっていうことは助言はしてくるけど、それは単なる役割分担だから、まあ、受け入れてます。だから俺にはないけど、もしかしたらそういうのを、感じてる人はいるかもねっていう話です。